はい、ということでやっていきましょうということで、今回は前回まあボツ動画になってしまったので、まあある意味でね、はい、ということで、ドラゴンタイプのポケモンをゲットしようキャンペーンをやりたいと思います。イエーイ、ということで、でまあ出現するのは木箱の瞳ス A、もしくはうららか草原ス C となります。はい、でまあコツなんですけど、まあ先にまあ紹介しよう。でまあここでちょっと一旦で設定遅いでいいですね。話の速さは遅いにしてください。ここでまあレポート書いてくださいね。まあ、リセマラできるので、これでまあこれでまあ投げます。これでまあ強制的にリポート書かされるんです。それでまあこれでまあリセマラします。はい。これまあ繰り返しですね。確か 10% くらいの確率で出るはずなんですよね。よし。10%。まあ、これのひたすら繰り返しですね。はい。この瞬間に。で、まあ、この繰り返しですね。太い、まあ、まあ、やつが、まあ、出たら。いや、これ間に合ったか、ちょっと不安ですね。はい。今違ったよね、今。うん、違いましたよね。いや、今出たっぽい気がしたんだけどね。気のせいかね。まあ、気のせいってことにしましょう。今の気のせいだ、多分。気のせいっすね。はい。まあ、リセマラ。あ、リセマラしたら、まあ、Wi-Fi 途切れちゃうので、まあ、そのあたりは、まあ、注意が必要ですね。まあ、繰り返しっすね。あ、ダメっすね。はい。あ、でもリセマラできるってほんと嬉しいっすね。はい。投げます。あ、出ました。出ましたね。これがまあ。なんだこれ。でもそこそこいいんじゃないか。挑戦しましょう。
やっぱちょっとまあ本のまあ解説をまあ読みたいと思います。あ、やばい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 、ちょっと待って待って、あーやばい、まあサポートもトレーナーでいいや。上地にまあ一人でやってみましょう。一人でやるよ、何かしらまああれなんで、まあめんどくさいですね、非効率的ですね。ゲーム限大なプレッシャー、あーこれくらいならいけるか。タイマックス4、手助け、しくじったなこれは。ちょっとあこれならいけそうっすね。あ、弱いっすね、こいつは多分。防御、まあ防御なら下がっていいが、畳に。まあどれだけ強いかっていうのが問題なんですけど。ああ最悪、呪われボディは大フォロー。はい、ザコ死にましたね。ああ防御下がってる、最悪だ。うん、これはいい感じですね。これならいけるか。あれがダイマックス的強いな。うん。ああ、封じ、金縛りで出せない。最悪やなー。あ、でもいけるっすね。こいつ多分弱いっすね、おそらく。ピカチュウなんで、ザコなんだよ、ザコ、マジで。うん。あ、こっちに来ていい。あ、これで死んだか。捕まえる。ハイパーボール。なんかこれ行けたっすよ。ああ。いいぞ、どうだどうだ、いいぞ、よし、行き出した、さすがに行きましたね。これは大したことなかったですけど、いや、オノノックス欲しいですね。ボックスでいいや、これは。これはちょっとボツですね、完全に。今バグが起きましたか。はい、というわけで、それではまた。